どうもこんにちは、ランタンです。文春法すごいね。文春の取材力っていうのはね、ちょっと目を見張るものがあるんだけど、まあ多分ね、このネタはね、だいぶ前から掴んでたと思うんだけど、今回ね、小室文書あの28枚の小室文章を根底から覆すようなね、音声データがね、文春から発表になったんで、そのことについて話したいと思います。このね、小室文書28枚にもおたるね、あの、長々の名文。 ま、名文の目はね、もうおそらく迷うだと思うんだけど、この名文小物文章の前提となってたのが、元婚約者 A さんが支援したお金は返してつもる、返してもらうつもりはなかったと。そう言ってると。で、その音声データも持ってますっていうのがね、結構ね、びっくりの事実だったわけだよね。もうこれが本当だとしたらさ、元々借金問題はなかったんじゃねえかと。ね。だから元々返してもらうつもりなかったって婚約者 A さんが言ってるんであれば、ね、小室さんとしてはあの、寝耳に水でね、えー、っと、びっくりするみたいなね。まあ、 今までのこの400万返せ返さないは何だったのってこう前提が覆るようなねことがね書いてあってその証拠となる音声データもありますよっていうのがまあ小物文章のまあ根幹なわけだよねこう自分の正当性を訴えるそれを覆すかのように今回文春さんがね婚約者 A さんが最初から差し上げますと言った覚えはね一言もないですってことをね言ってるこう音声データが出ちゃったわけよどっちが本当みたいなえってびっくりするようなことになっちゃったんだけど でねそのまず小室さんの方二28枚の方で言ってるのがねその2012年の、えっと、9月9月にそのし話し合いの中でその婚約者 A さんがねその返してつもりはもともとに差し上げたもので返してもらうつもりはないってこう言い始めた時に小室さんがなんかとっ,に撮ったと,とっさに録音したとか言って言って,言ってんだけどどういう状況ってなんでとっさに録音するんだよとまるで現地を撮るかのようなさ返してもらうつもりはなかったってこいつ言ってるぞとあこれは録音しといたが後々有利になる。 ね、借りた支援してもらった400万円を返してもらう、ね、もらえずに済むかもしれないみたいなさ、そういうなんか癒しさ感じるよね。このことを録音しようっていう、感じが。ほんとね、俺、絶対返さないまんもうこの400万は絶対もらったもんだと。だ現地取ったみたいな感じでね、喜びさんで録音したんじゃねえかって、そんな気もするぐらいね、この録音したってもいやらしいと思うんだけど、まあ、それが2012年の9月なわけ。で、今回、文春さんが発表したのが2013年の8月。だから11月く。 あとでね、11ヶ月後、その、小室さんが持っている録音データから。で、そこでね、さっき言ったみたいに、最初から差し上げるつもりはね、差し上げますと言った覚えは、僕は一言もないですって言ってることがね、音声データと出ちゃったわけ。だからね、小室さんがね、その、もともとさ、あの、2019年の11月の発表でもね、金銭問題はトラブルはね、解決するつもりでいたとかね、なんかそういう、何、言ってことはもう、狂ってるわけで、2013年の8月の段階で元婚約者の方はね、 一言もねさ「差し上げます」といった覚えは僕はないですって明らかに金銭を求めてるわけで支援したものをだからねそれについてねこう知らぬ存ぜぬっていうかね通してるこの前提が崩れちゃってねどうなってんのとでそもそも小室文書自体がもうさあ28枚ないとか、まあ、ちぐはぐ死に滅裂っていうかねその複数のなんかな弁護士さんに相談したとかって文章の中で書いてあるんだけどさその文 <laughs> 弁護士がだよここはね小室さんもうあのー 何も反応しないほがらいいですよって言ったと。アドバイス受けたと。だから僕はね、あの、何の動きもしませんでしたと。まあ、書いてあるんだけどさ、よっきょく考えればおかしいよね。そんなアドバイスするさ、弁護士なんかいないわけであって、明らかに小室さんが今回のね、そのお金、支援されたお金400万っていうのは、借金だと思われたくないとかさ、うんと、返したくないって、もうそのためにはどうすればいいですかって、 弁護士に相談すれば弁護士もねじゃあもう生還でいきましょうってなるかもしれないけど本来であればだよこの問題が出た中で眞子さまとの結婚まあ皇室を傷つけないとかいろんな、ね、こと考えて眞子さまと結婚するためいろんなものを守るためにここは素直にさ400万返すっていうのが当たり前の筋なのにこの金を返したくない感がさすっごい出てるよねこの、ま、小室さんが録音したって事実もそうだしねんでその400万もね返したくないからねそういう感じでどうすればいいかっ弁護士もそうだったら生還した方がいいんじゃないですかってそのね 弁弁護護人の、ね、利益にになるるようう士もアドバイスするだろうか多分そんな動きがあったのかなって僕はちょっと思ったりもするしでもそもそもねこうなってくるとさいろいろさその小室佳代さんのさその贈与じゃないならねあんた遺族年金どうなのかとかもういろんな問題があるわけじゃんその全てがさなんか金への汚さみたいなさそういうイメージあるよねだからね今回のその録音出たことによってもうね この文章のもう解決金払うっていうのもメに滅裂でどうなって、今回のさ、音声データが出たことによってさ、もう、 そもそも何なのっていう、もう前提が崩れちゃってるからね。大変なことになってると俺は思うんだけどね。皆さんどう思いましたよかったらね、コメントください。あの、コメントね、何でもいいんですよ。あの、おはようございますでもいいし、あの、今日は暑いですねでも何でもいいし、このね、動画でもいいんだけど、なんか SNS みたいな感じだと思うから、なんかね、気軽にコメントもらえれば僕もね、コメント返すんで、ね、何でも思ったことね、コメント書いてくれると嬉しいです。あとね、チャンネル登録。もうね、お前の顔ね、3回4回見たよって人がいて、まだチャンネル登録してないって人がいたらね、もうね、そんだけあったら何かのご縁ですからね。あの、チャンネル登録、あの、ここでしちゃってください。ありがとうございます。 あとね、グッドボタンも押してもらえると嬉しいです。ほんとね、ちょっとね、コメントに関して言うと、ちょっとスパム扱いとかになって、僕の目に届かないコメントもあるんですよ、実は。そうするとね、ちょっとこいつコメントしたのに返事来ねえじゃねえかと思う方も、まあ、いるかもしれないんですけどそれはね、ちょっと申し訳ないけど、僕の方に届いてないってことの場合もあるんで、ね、ご了承いただければと思います。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。